いやー最近いろんなものが値上がりしてるから服にそんなにお金ってかけたくないんだよな特に冬場なんてコートとかダウンだとか高くて3万円とか超えるものもあるけどもどう考えてもそこまでお金かけられないんだよな、まあ、そう考えると身近なユニクロをうまく使いたいんだけどもどうも世代的にユニクロってあんまりおしゃれなイメージがないんだよなしかも商品量が多すぎて何を選んでいいか分かんない誰か40代50代ぐらいの大人世代に似合うユニクロの こののアイイテムをバシッとと教えてててくれるる人っっいいないのかなか思っている皆さんこんにちはススタイリストの大山俊です今回の動画なんですが40代50代の大人世代に似合うユニクロの秋冬服5000というテーマでお届けをしたいなと思っていますまあ冒頭にもお伝えしましたが最近いろんなものが値上がりしてますよねまあその中で服もですね結構いろんなブランドで値上がりしてるんですねそうなるといつもだったらギリギリ買えたような価格帯のものがちょっと今シーズンは難しいなと思えたりだと 僕たちにとって身近なユニクロでもですね微妙に値上がりしてたりするので以前よりはちょっとハードルの高さを感じている方も多いかもしれませんまあその中で今回はですねなるべく全体の予算を抑えながらファッションを楽しむためにユニクロの中から特に40代50代の大人世代に合うものをですね厳選して皆さんに5点ご紹介をしてみたいなと思っていますまあユニクロもですね商品の点数があまりに多すぎるんですねそれはすごく嬉しいことなんですがどれもがですね素敵 というわけではなくてやっぱりですね、その中で本当に使えるもの、これは間違いないと思えるものって、全体の僕の中では2割程度かなと思ってるんですね。それはユニクロだけではなくて、まあそこそこ高いお店であってもそこまで変わらないんですね。まあベーシックかつ使い勝手のいいものっていうのはやっぱり限られてるものなので、そういったものを選び出すっていうのは結構難しいかなと思うんですね。そこで今回は40代から50代の大人世代に合うような定番的なんだけども、ほんのりトレンド感が漂う ユニクロのののの服をです、ね、厳選してみまししててままたたたでよかったらです、ね、今後のお買いいい物の参考にしていただければなと思います、まあ、僕ら世代にとってはユニクロイコールそんなにオシャレなイメージを持ってないという方も中にはいらっしゃるかなと思うんですね。ですがちゃんと選べばセレクトショップのオリジナルに負けないようなものもしっかりありますのでぜひ今回の動画を参考にしながら秋風のお買い物存分に楽しんでいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの今日なるべくわかりやすく解説をしていますのでよかったらチャンネル登録 グッドボタンの方もよろしくお願いしますそれでは早速いってみましょう はい、ということで、ここから具体的にですね、40代、50代の大人世代に似合うですね、ユニクロの秋冬服を皆さんにですね、5点ご紹介していきたいなと思ってるんですが、そのうちのまず1点目はですね、アウタージャンルから見ていきたいなと思います。今回ご紹介したいのはこちらですね、ユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションモデルであるチェスターコートですね、2色あるんですが、個人的にですね、世代で言うと、やっぱりちょっと爽やかさを出したいので、ブルーの方をお勧めしたい なと思います価格は1万4900円ということでこういったコートの中ではかなり買いやすい価格帯になってるかなと思います冬のですねアウターといったらやっぱりですねこういったロング丈のコートかダウンかという2択になってくるんですが年を重ねねるるととににちょっっっ方方向に振った方が似合いやすすくくなってくるんです、ねまあ、もちろんダウンというのはもう本当にこうファッション性というところも重要なんですが暖かいというところでやっぱり重要視する方も多いかなと思うんですが これはこれでもちろんまたご紹介したいなと思うんですがやっぱりこう素敵に見せるためにはロングコートというのは非常に便利なアイテムかなと思いますそしてその中でもチェスターコートというのはまあもう定番中の定番ですよねここですね数年はずっとですねトレンド的な位置づけから徐々に定番化してきて今でもあるような立ち位置なんですね、まあ、決してですねチェスターコートがめちゃくちゃ今っぽいという感じではないんですね、まあ、ちょっともうブームはですね一段落して定番的な位置づけになってるんですが まあ今期は結構チェスターコートを出しているところもちょこちょこと増えているのでまた勢いというところが以前よりはちょっと増してきたかなという印象なんですね、まあ、今期のユニクロと JW アンダーソンのコラボでもこのチェスターコートをやっていまして従来のユニクロのチェスターコートというものもあるんですね、まあ、今もう発売になっていますのでこちらを見ていただきたいんですが素材感は従来のユニクロのものの方がカシミアがブレンドされているのでいいんですが、まあ、サイズ感とか全体的なバランスでいうと超ベーシックなんですね、まあ、それよりも ちちょょっっととととだけサイズ感にゆとりを出していていい素材のの風合いとかもですねちょっと動きのあるこの JW アンダーソンのコラボのチェスターコートが個人的には大人世代にはお勧めしたいチェックかなと思っていますサイズ化に関しては少しゆとりがあるというお話をしましたので皆さんの通常サイズを選んでいただいても程よくゆとりが出るのでこのあたりは通常のユニコロのチェスターコートよりも旬な感じは出しやすいかなと思います身長 164cm53kg の僕であれば M サイズ場合によっては S サイズで選んでもですね 大人っぽいサイズ感で着れるかなと思うんですね、まあ、こういったチェスターコートをですね大人の世代が着るのであれば少しゆとりは持たせた方がいいんですがかといってオーバーサイズに振りすぎてもこれまたバランスが良くないので、まあ、サイズ選びには注意をしていただきたいなと思ってるんですねで襟に関してはちょっとクラシカルに太めの襟になってましてフロントのボタンは3つボタンですねこのあたりもちょっとクラシックな要素があって英国調の雰囲気もしっかりと表現されているのでなかなかいいなと思いますそして何といっても素材の質感で ですね、まあ伝統的なドネガルツイードという表記があるんですが表面にこう山形のような柄があってですねこのおかげで立体的に見えるんですねペタッとして見えないというところが見た目の上でも変化があってなかなかバランスがいいなと思うんですね個人的にはグレーが欲しいんですが40代50代の大人世代であればグレーを着るとちょっとおじさん感が出てしまう可能性があるので爽やかに見えるブルーですねこちらがおすすめですネイビーよりもちょっと明るめなんですねこのあたりの色もいいなと思ってまして ネイビーのチェスターコートだと結構ですね真面目に見えたりお仕事感が強くなる可能性があるんですね、まあ、そういった意味ではこちらのですね JW アンダーソンはブルーなのでネイビーよりも明るめでなおかつツイードのですね柄が入っているので適度にカジュアル感があるのでこれはですね使い勝手がいいんじゃないのかなと思います、まあ、14,900円で買えるようなコートでは本当にないのでこれはコスパもすごくいい商品かなと思います、まあ、こちらのチェスター型もいいんですができればステンカラー型がいいなという方は やっぱりこちらですね今期のユニクロ C のダブルフェイスコートですねこれは僕自身も実際に購入しましたが、まあ、丈がそんなに長くないというところがライトで着やすくてすごく便利なんですねただもうちょっと長さがあった方が今っぽく見えたりだとかバランスいいのになって感じている方もいらっしゃるかなと思うんですね僕もその気持ちは分からなくはないんですがよりベーシックに大人世代が着るのであればこちらのステンカラーコートもですねすごくバランスがいいなと思うんですね、まあ、長ければ長いほどトレンド感は出るんですがただですね40代 50代代のののの大人世代にとととっっててははちょっと長すぎぎるものといううやりすぎ感が出てしまうのでこれぐらいいいいととしているものものいいかなと思いますこちらも表面に柄が入っていますので、ペタッとした見え方にならないので、非常にバランスのいい一着かなと思います。ブラウンの色味もですね、やぼったく見えるようなものではなくて、ベージュとブラウンの間ぐらいなので、結構大人世代にも似合うので、まコートで選ぶのであれば、ユニクロのですね、通常版のチェスターとかステンカラーではなくて、今季はですね、JW アンダーソンかユニクロシーカーこのあたりのですね、定番的なんだけども、 生地だとか色合いにですね少し今年らしさだとか旬な雰囲気が感じるものを選んでいただくといいかなと思うので是非チェックしていただければなと思っています。 はい、続いて2点目のアイテムなんですが、こちらですね。ユニクロ U のラムニットジャケットですね。色は3色展開なんですが、ブラックですね。これが圧倒的におすすめです。価格が5,990円ということで、これまた買いやすくて、なおかつデザイン的にも少しだけひねりが効いてるんですが、ベーシックな範疇のアイテムかなと思うので、40代、50代のど人世代にはバチッとハマるかなと思います。これは僕自身も持ってるので、なおさら魅力が伝えやすいかなと思うんですが、デザインとしてはアウター 型なんですね襟が付いていて左右対称の胸ポケットが付いているようなアウター型なんですがこういったものをですねニット素材で表現することでより上品で大人っぽい見た目になってるんですね今までにはあまりなかったようなユニクロのアイテムではあるんですが着るとベーシックで使いやすいというところですねカラー展開もどれも良いんですがその中でもブラックを選んでいただければよりシャープにだけども着丈が短いのでロング丈のコートに比べると快適に使うことが できるのでこれは1枚持っておくと便利なアイテムかなと思っています着方はすごく簡単でロン T だとかあとは薄手の丸首のニットの上に重ねていただければそれだけで着こなしが完成するんですねそういった扱いやすさも含めて使い勝手がいいかなと思います、まあ、ボトムスに関してはこのニットジャケットをブラッと選ぶのでグレーとかを選んでいただくと一番ハマりがいいかなと思います、まあ、ブラックを合わせるのも悪くはないんですがちょっと全身ブラックは重たくなってしまうのでグレー系が一番ハマりが いいいいいのでトライをしててたただきたいなと思っていますもちろん秋であればこちらのですねニットジャケット自体が一番外側に来るような形になりますがもうちょっと季節が進めば先ほどご紹介したようなステンカラーコートの内側ですねそういった形で入れてもらってレイヤーの一部として使っていただくこともできるので冬場にも活躍してくれるアイテムかなと思いますロング丈のコートと丈の短いライトのアウターというのは重ね着をする時にすごくですねハマりが良かったりするのでこれはですねすごくさまざまなシーンで使い 安いアイテムかなと思うのでちょこちょことサイズによっては売り切れが出ていますがメインどころのサイズはまだまだありますので是非こちらをチェックしていただければなと思っています。 はい、続いて3点目なんですが、これまた僕の動画の中では欠かせない位置づけのアイテムなんですが、丸首のニットですね。今回ご紹介したいのはこちら、スフレヤンクルーネックセーターですね。カラー展開豊富なんですが、個人的には2色ご紹介したいなと思ってまして、1色目がベージュですね。かなり明るめのベージュなので、オフホワイトだとかホワイトのように爽やかな色として使うことができるかなと思います。そしてもう1色はブルーですね。こちらに関しては、すごく発色の綺麗な色なので、 着こなしの中で少し華やかさを出したいなという時には使い勝手がいいんじゃないのかなと思います40代50代の大人世代にとっては少しこうきれいめな色というところもうまくミックスしてあげると上品に見えやすいんですね一方でミディアムグレーだとかカーキだとかブラウンだとかちょっとこう曖昧なカラーで全身をコーディネートするとかなりやぼったく見えてしまうんですねちゃんとメリハリのつけたような濃い色だとか爽やかなホワイト系だとかあとはちょっと綺麗な色このあたりをうまく使ってあげるとメリハリの効い 綺麗ななな着こなしががでできるるかなと思ってるんですが、まあ、その際のパーツとしてこのスフレアンクルーネックニットのベージュとブルーはですね使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています、まあ、ベージュに関しては先ほどご紹介したチェスターコートですねネイビーの内側に入れてあげてもいいと思いますしあとはステンカラーコートのですねブラウン系の内側に入れても抜群に相性がいいと思いますあとはブルーに関してもですね先ほどご紹介したチェスターコートも同じくブルー系でもうちょっと色濃かったですよねなので やや濃いめのブルーと明るめのブルーということでグラデーション作ってあげるのもすごくいいかなと思うのでこれはですね使い勝手いいと思うんですねまあもちろんこれから先ですねダウンなんかを着る際にもダウンってやっぱりブラックを選ぶことが多いのでちょっと重たくなりがちなんですねその時に内側にですねこういったブルーを入れてあげると華やかさが出せるのでこの色もなかなかいいんじゃないのかなと思いますスフレアニット自体はですね結構中肉厚で使い勝手がいいんですね薄いニットだと割とですねジャケットの下には 合うんですがアウターの人だとちょっと頼りないかなっていう感じがしてしまうんですが中肉厚だとこの上ですねダウンだとかコートを着る際にはちょうどいいんですよねもちろん秋であればこのニットをですね主役にした着こなしもできるのですごく使い勝手がいいかなと思います襟だとか袖裾のですねリブもやや太めになっていてこの辺りのカジュアルなバランスも個人的にはすごく好きですあとはスフレアンの素材自体もチクチクしないような使い勝手のいいですね素材感なのでこの辺りもニットが 苦手な人にもハマりがいいのでまあ、どの角度から見てもバランスがいいんですねそれでいて2,990円というですね破格の価格帯なのでまあ、2色ぐらい持っておいてもまず間違いがないかなと思います、まあ、ユニクロの価格帯の上といったらグローバルワークだとかその上にはですねグリーンレーベルだとかアーバンリサーチドアーズとかがあったりするんですがセレオリのですねニットになってくるとまあ、安くてもやっぱり8,000円以上になってくるのでユニクロのニット2着買ってもそっちの方がまだ安いぐらいなので個人的にはこのニット2 2色ぐらい持っておいてもまあ間違いがないんじゃないのかなと思いますまあ、ユニクローニットにも様々なバリエーションがありますがまあ、最近はこのスフレアンシリーズがかなりですね雰囲気がいいのでぜひですね大人世代の皆様もチェックしていただければなと思っています はい、続いて4点目のアイテムなんですが、通常であればシャツが来るんですけど、ユニクロのシャツって正直ですね、僕の中ではめちゃくちゃおすすめというジャンルでもないんですね。割とこうジャストサイズなものが多かったりだとか、逆にユニクロ U とかそういったデザイナーズとのコラボレーションのものは少しエッジが立っているので、意外とですね、40代、50代の大人世代の方に似合いやすいものが多くないんですね。なのでシャツはちょっと今回パスさせていただいて、次にご紹介したいのはカットソーです。 皆さんにご紹介したのはこちらですねブラッシュドジャージーモックネック T シャツですねこちらユニクロ U の商品になるんですが2990円ということでこれが使い勝手がいいんじゃないのかなと思います、まあ、いわゆるですね襟がちょっと高めのロン T になってくるわけなんですがこれもすごく使い勝手が良くてですねカラー展開が5色なんですがその中でおすすめしたいのは一番プレーンで重ね着がしやすいナチュラルというカラーですねホワイトに比べると少し黄みがかってるんですがこの柔らかい色味がすごくバランスがいい いいいいので使勝手がいい一着かなと思います。まあ、どのように使えばいいのかといいますと先ほどご紹介したラムニットジャケットですねこの内側に着てあげればバランスよくはまってくるかなと思いますブラックのニットジャケットに対して明るいナチュラルのインナーというのはすごく相性がいいのでまずこれやっていただきたいんですねあともう一つやっていただきたいのはですね1個前にご紹介したスフレアンクルーネックセーターの内側に持ってくるという方法なんですねこれはですねもうちょっとと季節が先に進まないとむしろ暑いぐらい かなとは思うんですが襟元がモックネック状になっているので上にニットを重ねても襟元だけ見えるんですねそしてこの襟元が高いことでちょっとした見え方の工夫にもなるのでこのレイヤードというのは非常にハマりがいいんですねこれに対してあと上にコートとか着とけばもう十分ぐらい暖かいのでレイヤードの一部としてはすごく最適かなと思いますまあベーシックなロン T ではあるんですがモックネック状になっているというところあと表面がですねちょっとこう希毛感があるので肌触りが良かったりだとか季節感が も漂いいやすすんですねシンプルなアイテムながらも結構凝ったアイテムになってるので1枚で着るにはちょっと寂しい感じはするんですがこの上にですねニットジャケットなんかを着ていただければ十分に使いやすいようなアイテムになってくるかなと思います。 す裾の部分もスリットが入ってたりだとか袖口がリブ仕様になっていてちょっとこう腕を託し上げても様になったりだとかかなりユニークを言うらしいですね細かなこだわりが集積されているようなアイテムなので非常に完成度が高いかなと思います価格もですね先ほどのスフレアンニットと同じ2990円なんですねそういった意味ではロンティにしてはやや高い感じがするんですがそれだけですね凝った1枚になっているのでこれもですね持っておくとすごく便利かなと思います1枚で主役として着るようなアイテムではなくてあくまでや 屋台骨をです、ね、支えてくれるような地味で使いやすいアイテムかなと思うんですが是非こちらもです、ね、皆さんチェックしていただければなと思っています。 はい続いてラスト5点目はですねボトムスをご紹介したいなと思います今回ですね皆さんにお勧めしたいのはこちらですねヒートテックスマートパンツチドリですねカラーはグレーになっていますこれはですね大人世代には鉄板で使いやすいようなボトムスになってくるかなと思います正直ですねシルエットに関しては全く今っぽい感じではないんですね割と細めのですねテーパード型になっていますので膝から下にかけて徐々に細くなるようなシルエット シルエットを採用しています足が綺麗に見えるような一本なんですねまた体型も綺麗に見せてくれるのでこういったものはトレンド重視型というよりはある程度大人世代の方が全体的に上品にまとめるためには必須のアイテムになってくるかなと思いますまあ、40代といってもですね前半と後半ではまた全然印象が変わってくるんですね僕自身も40代前半なのでこのようなシルエットのボトムスを履くかというと正直あんまり履かないんですねもうちょっとゆとりのあるトレンド性の高いものの方が好きなんで ですがまあ、40代後半から50代の大人世代の方で割とこうベーシックにまとめたいのであればこれは間違いなく鉄板のアイテムになってくるかなと思いますシルエットも綺麗でスタイルもよく見えます先ほどまでご紹介した様々なアイテムにバチッと合うようなアイテムで色はですねミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいかなという感じで濃すぎないグレーなんですねこれが使い勝手が良くて先ほどご紹介したブルー系のチェスターコートあとはですねブラウン系のコートにも非常に に相性がいいですしブラックのニットジャケットにも最高に相性がいいですそれだけではなくてモックネックの T シャツなんかにも相性がいいので今回ご紹介した全てのアイテムにバチコンとはまるようなですね鉄板のアイテムなのでこれは使い勝手がいいんじゃないのかなと思っていますでこれ無地ではなくてかなり細かい千鳥格子が入っているんですねこれは結構近くで見ないとわからないぐらいのですね細かさなんですがだからこそ使い勝手がいいんですねグレー無地もいいんですが、まあ、せっかくだったら こういった柄が入ってものの方が近くで見た時のちょっとした上品な雰囲気だとか季節感みたいなところも漂いやすいので僕はですねこの柄は入っていていいんじゃないのかなと思っています先ほどご紹介したツイードのコートと柄が喧嘩しそうな感じもするかなと思うんですがまあ、両方とも違った柄でなおかつ細かいので、まあ、そこまで柄の喧嘩はないかなと思うので一緒に合わせてしまっても問題はないかなと思います1本持っておけば様々な秋冬の着こなしに応用ができてなおかつ細かな柄が入 っていというところでですすごくですね上品な雰囲気も漂ってさらにはヒートテックということで冬場にはちゃんとです、ね、暖かさを確保できるというところでのなななないいような一歩になっているかなと思います僕はあんまりヒートテック系のボトムスをご紹介することはあまりないんですが、まあ、これから先の季節暖かいというのもあるんですが純粋に色シルエットあとは細かな千鳥格子この3点だけを見ても非常にですねクオリティの高い一本になっているかなと思うので今回選出をさせていただきました。価格も も5000円ということでユニクロのボトムスの中ではやや高めではあるんですが非常に機能性とデザイン性充実したような優秀な一本になっていますのでぜひこちらもチェックしていただければなと思っています。 はいということでいかがでしたでしょうか今回の動画では40代50代の大人世代に合うユニコーンの秋冬服5000というテーマでお届けをさせていただきました、まあ、どのアイテムに関しても基本的にはベーシックこのあたりは抑えてあるんですねただドベーシックで全身コーディネートするとただ地味なだけで素敵に見えないんですねただの普通の人に見えてしまうのでここはですね程よくトレンド感だとか綺麗な色というところを取り込みながら人との違いも程よく出せ ようにですね今回はアイテムを選出をしています。チェスターコートだとかステンカラーコートに関しても通常のユニクロのものではなくて JW アンダーソンですとかユニクロチーの少しですね柄が入っているものなんかをチョイスしているので地味に見えすぎませんしニットジャケットもですねベーシックなアイテムではあるんですがすごく面白みのある商品なので着替えはするかなと思います。丸首のニット自体もシンプルではあるんですが色自体にちょっと遊びを聞かせてあるので地味に見えすぎることはないかなと思います。まあ、今回ご紹介したアイテムというのはちゃんと とですね、一応、コーディネートを意識しながら選んでるんですね。このアイテムだけで何個かのコーディネートも完成するようにですね、選んでありますので、まあ、よかったらですね、こちらの商品一つの参考にしながら、秋冬の買い物、ユニクオでリーズナブルに楽しんでいただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人男性に向けて、メンズファッションの基本、なるべくわかりやすく解説をしていきたいなと思ってるんですが、普段の動画の中では、なかなかお伝えしきれないようなセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、またはちょっとツー向けの専門ブランドに関しましては、僕は もう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています週に2本のオリジナルの動画とそれに加えて週に1本ですね週末にライブ配信を行っていまして皆さんから頂い,いたご質問に直接その場でお答えする形でワイワイ楽しくやっていますので気になる方はこちらの動画の下の概要欄の方からチェックをしていただきたいなと思っていますまた普段なかなかですねゆっくり動画を見る時間がないという方のためにですねオンラインサロンというものもやってるんですねこちらでは動画じゃなくて文章 と写真ベースでおすすめのアイテムですとか僕自身が私物として買ったものをどんどん投稿しています僕もですねほぼ毎日投稿してますし僕以外のスタイリストや専門家も記事を書いてくれていますまた参加者の皆さんも気軽に記事をアップすることができるのでまあ、様々なファッションコンテンツが見れるようなサイトになっていますので気になる方はこちらも概要欄の方からチェックしていただきたいなと思っております以上スタイリストの大山俊でしたまた次回の動画もお楽しみに